今回は大谷義嗣の最後についていろいろと解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。義嗣の出征に関しては諸説入り乱れている。有力な説では義嗣の父親が病気療養のために赴いた豊後で大友氏の家臣になっていた時に生まれた息子という説である。しかしこの説に関する詳しいことは明らかになっていない。また別の説では豊臣秀吉の正室である高大院の次女が義嗣の母親だったという説である。ただこの説に関しても先ほどの説と同様に詳しいことは明らかになっていない。また別の説では義嗣が異例ともいえる出世を果たしたことから秀吉の隠し子とも考えられてるな。隠し子？本当にそんなことがあるの？いや、先ほどの説に関しては都市伝説的なものという受け取り方が一般的だな。やっぱりそうだよね。ただ義嗣の義の字は秀吉から与えられたと考えられていることから、義嗣の母親が高大院の次女とする説は割と有力だと思われるがな。言われてみればそうだね。それに義嗣は戦国時代でも異例のスピード出世を果たした人物だったことから、身内に豊臣家の人物がいた可能性は高いと考えられてるぞ。また義嗣の幼名は桂松である。この名前にはある伝説が残っている。具体的に言うと、なかなか子供を授からなかった義嗣の両親は夢の中で神社の松の実を食べよという選択を受け、夢の通りに神社の松の前に落ちていた松の実を食べたことで子宝に恵まれたのである。そしてこれにちなんで両親は息子を桂松と名付けたとされる。この話はさすがに創作だと思うけどね。確かにこの手の話は日本の歴史に多く残っているから創作の可能性はあるだろうな。ただ戦国時代において知名度が高い真田幸村の義理の父親は義嗣なんだ。え、そうなの？具体的に言うと、幸村の正室は義嗣の娘である竹林院だからな。確かに幸村にとって義嗣は義理のお父さんだね。残された資料によると、幸村と義嗣の関係は良好だったと言われている。また関ヶ原の戦いが行われた際、義嗣は幸村の父親の真田昌幸の正室である山手殿を人質という名目で保護している。このことから大谷家と真田家の関係は非常に良好だったと言われている。義嗣は武器を手に戦場に赴いて自ら戦うこともあったが、才覚を発揮したのは兵を動かす軍師としての役割だった。その才覚は天下人である秀吉に義嗣に100万の兵を与え自由に指揮させてみたいものだと言わしめたと伝えられるほどである。これが本当であれば義嗣の知略が非常に高く評価されていたのではないだろうか。次に義嗣の生涯を語る上で欠かせない人物が石田三成である。現在でも義嗣と三成が深い友情で結ばれていたことはよく知られているが、念のために紹介しておこう。義嗣にとって三成は熱い友情を結ぶとともに人生を変えてくれた人物でもあるんだ。人生を変えてくれたとはどういうことなの？具体的に言うと、
二人の友情が深まるきっかけになったのは、大阪城で催された茶会での出来事だったと言われてるな。その席では、お茶が入った茶碗を一人一口ずつ飲んで、次の人に回すという飲み方をしていたんだ。しかし問題は、この席に義継が参加していたことなんだ。どうして義継がいたら問題になるの？義継はハンセン病に罹患していたからだな。そのためハンセン病に侵されていた義継が口をつけた後、他の武将は茶碗に口をつけることを嫌がったと言われてるぞ。そしてほとんどの者が茶碗に口をつけたふりをして次に回したと言われてるんだ。当時はハンセン病に関する知識がなかったから、他の武将は感染しないようにしたんだね。その通りだ。ただその状況に対して三成だけは違ったぞ。三成は皆が嫌がった茶碗を受け取ると、そのままいつもと同じように飲み干したと言われてるんだ。また別の説では、茶碗の中に義継から出た膿が入っていたと言われている。その膿が入ったお茶を三成は気に留める様子もなく飲み干すと、おかわりを要求したとも伝えられている。この話は義継と三成の友情を示すものとして有名な逸話だが、はっきりとした出どころは分かっていない。しかし後に起きた関ヶ原の戦い直前において、東軍に合流するはずだった義継が三成の要請を聞き入れ、一転して西軍に組みしたことを考えると、二人の間にはこれに近い出来事があったと思われる。秀吉が台頭している時代にスピード出世を果たした義継。しかし秀吉が亡くなり、抑え役の前田利家が亡くなると、時代は大きく変わることになる。具体的に言うと、家康は禁じられていた大名同士の婚姻を行い、勢力の拡大を図ったのである。やがて家康は会津征伐を決行するのであった。この状況に義継は当初家康による会津征伐の一員に加わる予定だった。しかしその途中、三成の居城である沢山城に立ち寄った時に、三成から家康と対決する覚悟を告げられるのであった。これを聞いた義継の答えは、三成よ、今は思いとどまるべきだった。しかし三成は諦めずに、何度も何度も義継を説得するのだった。その結果、やがて無二の親友からの度重なる説得を受けた義継は、当初の予定を翻し西軍に着くことを決心するのである。おそらく戦国きっての知将である義継は、この先の戦いが厳しい戦いとなることを理解していたはずだよね。そうだな。そんな状況で三成側についたということは、自らの命を三成に捧げたと言っても過言ではないだろうな。そうだね。このような選択をした義継は、とても情に厚く義理がたい人物だったことは間違いないだろうね。また義継は関ヶ原の戦いに臨むにあたって、三成に対してこんな言葉を投げかけていたとされる。お主が檄を飛ばしても、普段の横柄ぶりから豊臣家安泰を願う者すらナイフのもとに走らせる。ここは安芸中納言の毛利輝元様か、備前の宇喜多秀家様を上に立て、お主は陰に徹せよ。先ほどの内容を今風に言えば、お前がいくら檄を飛ばしても普段の態度が横柄なせいで、皆家康のところに行ってしまう。西軍のトップは毛利輝元か宇喜多秀家に任せて、お前は裏方に徹するべきだという内容になるな。義継は
三成の性格を知っていたからその発言をしたんだろうね。そうだな。本人を目の前にこのような発言をした場合、相当な信頼関係がなければ関係が破綻しても不思議ではないからな。二人がいかに信頼し合っていたかがよくわかるエピソードだね。こうして迎えた関ヶ原の戦いにおいて、三成を中心とした西軍はわずか6時間で家康率いる東軍に敗れてしまった。東軍が有利であると言われていた戦いではあるが、これほどの短時間で勝敗が決するとは誰も予想していなかったと言えるだろう。これほどのスピードで三成率いる西軍が敗北してしまったのは、秀明の裏切りが関係している。関ヶ原の戦いにおいて秀明の軍勢が裏切ると、義継は秀明の軍に対して戸田勝重と平塚為広などを向かわせ追撃を仕掛けているぞ。つまり義継は初めから秀明が裏切ることを知っていたの？おそらく関ヶ原の戦いが始まる前に秀明の軍勢は予想外の進路を取っていたことから、義継は秀明の裏切りを警戒していたと思われるな。ただ義継にとっての誤算だったのは、秀明の裏切りに備えていた4つの部隊もこのタイミングで東軍に寝返ってしまったことだったんだ。備えていた部隊が寝返ることは予想できないよ。そうだな。その結果、義継の部隊は想定外の裏切りによって前横後ろのすべてを敵に囲まれる形になってしまったぞ。この状況は数々の戦で戦果を上げてきた義継でも包囲網を突破することはできず、部隊は壊滅状態となってしまった。そして西軍の敗北を確信した義継は自害し、この世を去った。一説によると、自害する際に義継は秀明の陣に向かって3年の間にたたりをなさんという呪詛の言葉を残したとされる。そしてその言葉の通り、秀明は関ヶ原の戦いの2年後に原因不明の死を遂げることになった。義継の死後、墓を建てたのは東軍の武将である藤堂高虎だったぞ。敵軍の武将が墓を建てるのは意外だね。具体的に言うと、義継の側近である湯浅五助は、義継が自害すると彼の首を隠すように埋めていたんだ。しかし五助は戦いの最中に藤堂高虎に捕らわれてしまうぞ。そして五助は義継の首を埋めた場所を正直に話した上で供養してほしいと頼みながら撃たれたと言われているんだ。その後、これに感銘を受けた敵将の高則とその主君である高虎は五助の願いを叶え義継の墓を建てているんだ。五助の願いを聞き入れる高虎はすごい人物だね。確かにそうだな。また高虎はもともと豊臣家と関係が深い人間だったことから、義継と親交があったと言われているんだ。なるほどね。だから義継の墓を建てることにしたのかもしれないね。最後に義継を蝕んだ病について話をしていこう。まず義継といえば、病に侵されて顔を白い布で覆っている姿を思い描く人も多いのではないだろうか。義継が顔に布を当てていた理由は、ハンセン病に罹患した顔を周囲に見せないようにしたからと考えられている。ただ義継の病については諸説あり、目の病気だったという説や、そもそも病ではなかったという説なども存在している。その真偽のほどは不明だが、残された資料から推測するに、一般的なのがハンセン病だったという説である。この動画がいいなと思ったら
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いするのじゃ。